よし、皆さん、ゼクツナイトです。新しいギアのちょっと久しぶりのレビューに作るので、今日は、友達と一緒のご注文のことはニュージーランドからミニマップ、ミニモジュラーアソットパック、まあ、大体よく使ってるのはこのワーリアーアソットシステムのマップパックでも、ミニはもうちょっと短いのタイプ、ちゃんとプレートキャリアと同じサイズですね。じゃあこれは、まあ、アメリカでもよく写真がなかったけど、いろいろウェブサイトはちょっとだけ写真あるけど、よくの説明なかったと、どんな感じがよくわからなかったから、まあ3つぐらいをご注文しちゃったあ、茶色は僕は確かに使う。やっぱりちょっと上等みたいですから、この2つは持ったりかも、ブラックもあるとか、あと、いろいろの色がありますよね。それでもし、まあ、沖縄に住んでるけど、もしこのビデオから興味あれば、もしかしてご注文できるかもしれないみたいですね。まあ、じゃあこのパックは、まあ、沖縄とか日本の探してるのミニマップパックは、タラの見つけたのは TMC でも、まあ、3000円がちょっと安すぎると思ったんから、安いので友達にも TMC が使ったことあると、ちょっとすぐに壊れるっていうか、まあ、3000円はすぐ壊れるが大体わかるんですけど、これはもうちょっと高いですね。日本にも郵便するはちょっと高いな。2万5000円、まあ、ドルと円が違うになるから値段がよく分からちょっと難しいですから。でもパックはこんな感じですね。最初には後ろの方でブルーフォースギアとかワーリアーアソートシステムのなんかクリップバトンなしのタイプのストラップので、ウィーブからの最後にはシートの方でまた入れるので、プレートキャリアに入れるのがくっついてます。この横の方でこの1,2,3 ぐらいのダブル1,2,3,4,5,6 スペースのモリーがあるので、それで次のパウチはこっちに使います。このマジックテープの方法でまた2つのモリーがあるとか、シートの方でプラスもう1つマジックテープなしの普通の版のモリーですね。ストラップはこちらから後ろので、この後ろのモリーに入ってるから、じゃあ中身を見ましょうね。最初にはストラップは確かに悪くないの、どこからかな、ネクサスのストラップですね。クリップはネクサスから、ゼッパーは YKK じゃなくて、もうちょっと普通のバーのは YKK じゃない、 9C が書いてるけど、 YKK ぐらいの早いんじゃないけど、まだ使えるそうです。中には元のマジックテープ、これはハイドロブラッターとかカムルバッグに入れるのようやつから、カムルバッグ入ってるのパウチはこのメッシュの感じですね。これももったい感ですよね。これでカムルバッグに入れると、ポットは3つがあるですね。1,2,3、これはだいたい普通のラスティックと穴から入れてます。それと、ちょっとびっくりしたのことは、僕はやっぱり素晴らしいのことも入ってるので、これがなんとかイラスティックのストラップ。ちゃんと太ってるのイラスティック。それで水袋はあまりゴコゴコゴンしないのためと、僕は HPA のポーラスター使うの方法ので、このタンクはちゃんとにイラスティック入ってるとプレートキャリア残りと、ゴクゴンしない、全然動かないからすごく嬉しいのです。さあ、全然写真がないから全然知らなかったので超びっくりした。よかったの、入ってるのもので。あとはまだ普通とか、シッパーのパウチはあまり特別には何もないですよね。その開けるとエマリーの食べ物とかジャケットとかにこのパウチに入れるが一番いいと思います。ストラップはこのイラスティックのバンドで
ちゃんと片付けできると、そのの感じにならない、ちゃんと静かが一番大切から。よし、そろそろまたこれするので、パチン、大丈夫ですね。これにもスティッカーも入ってる、トゥインニードル、なんだかタクティカルイヤー TNTG、 素晴らしいですね。じゃあとこのカッパのは大体その感じですね。僕はそのまで茶色の版はバッテリーが入ってるとか、まあ入れるものは、まあ、自分の好きなクレイモアとか手榴弾、ダマ、マガジンとか、大体何でもかんでもできる、それ戦いをよく続けるの感じとか、特別のクレイモア爆弾とか設定できる、いろいろはちゃんとできるから。短いのタイプは、まあ、僕はベルト使ってないけど、ベルト使おうの人はこの短いはなんとか前のカカカカカにならない。前にはタクティカルテーラーなんとか 40mm グレネードベルトがやってるから、その時はこのウォリアーのパウチはよくパパパン、ちょっと音がちょっとうるさかったとか。でもアイテムのパウチはウォリアーの方が好きから、こっちの方はよくポケットが入ってるから、いろいろ小さいものは簡単に入れてます。これはないから、そのままでいろいろ自分のパウチとか袋、ビネルに入ってるから、あまり問題ないですね。もうパウチはこれとか、黒もちゃんと同じけど、もうちょっとだけ見づらいと、こちらでトゥインニードの情報のパウチ、パッチが入ってます。大体同じ感じですよね。特別には今何も入ってないですね。まあでもやっぱりジョットのポーチ、これはもっと 5.11 のストラップみたい、もしかしてズッパーはその感じかもしれない。確かに似てるですから。ダンタタタダーン、じゃあレビューは大体その感じですね。これやっぱりついに見えるとか嬉しいですけど、嬉しいですね。でも体感ちゃんと体感にも入ってるとか。よし、じゃあ使えるの、そうだね、このツイッターの黒と持たれ感が、僕は使えないから誰かに売れるかもしれない。まあじゃあ興味あるの人は、まあできるかな、ご注文とか特別には。でも大体このものが世界に存在にあります。どうもこの情報をピシューあげるです。リリーは大体終了、もうビデオストップしてもいいよ、大丈夫ですね。カムバアサルトパックに、まあ、僕は水とかガスタンクとそれからいろいろの MRE が入ってるけど、他の皆さんは何を入れるか、ジャケット、小さな水入られないのジャケットも時々持ってるけど、僕以外は何も持つの方がいいかな。まあでも理由は大体その感じ。ピュピュ、今は扇風機使ってない、超暑い、でも扇風機使ったらオーディオおかしいになるから、ビデオも終了です、汗すぐになってるからじゃあ皆さんお疲れ様です。質問あればと、僕の写真とかないか、何かあればコメントでお願いします。ビデオ終了です、お疲れ様です。